はい、こんにちは、あれです。今回はお城の内装をやっていきたいと思います。食堂を作りましょうね。正面ホールを抜けた先のここね、この向こうに食堂を作っていきたいと思います。まあ大体のスペースは決まってるんで、この範囲を生かして大きめの食堂を作成していきましょう。
よっはっ。よっ。はっ。はっ。よっ。はっ。はっ。よっ。はっ。Thank you.
はい、お疲れ様でした。食堂完成したので、それを見ておしまいにしましょう。うん、こんな感じですね。屋根のアーチがなかなかいい味出してるんじゃないでしょうか。大きくて豪華な食堂になりました。今回は屋根の部分の曲線を2段階に分けて作ってみましたね。少し手間がかかりましたが、なかなかいいんじゃないでしょうか。そして仮置きですが、ちょっとね、こんな感じでビュッフェ形式の食卓も作成しておきました。ご飯食べるスペースと、あとはこっちね、ミュージックホール的な何かも存在します。まあ、ただ、まだキッチン作っていないっていうのと、重さ対策でそこまで明かりを増やしていないので、また、後ほど変更点が多いかと思います。あとこれだね。この雪の向こうは、まだ空間が空いてるんですよね。部屋を作るか、ただのスペースとして置くかは未定なので、それ次第でこの壁の装飾が変わってくると思います。
わけで、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はお城の内装、食卓、いや食卓じゃないな、食堂を作成しました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。